2月12日1日の取引を終えました。日経平均株価は月曜日の終値に比べて175円23銭高い 23,861 円21銭でした。今日の高値というのが大引け間際14時59分につけた3869円でありますから、まあ、ほぼ高値引けといった格好になりました。トピックスは小幅安で月曜日に比べて 0.72 ポイント安の 1718.92 でした。まあ、1ポイント未満の下げですからほぼ月曜と変わらずといった格好です。東証一部全体の6割にあたる1275銘柄が下落しました。上昇したのは4割弱796銘柄にとどまっています。まあ、日経平均だけがソフトバンクの影響でプラスといった格好です。新興市場でありますけども、マザーズ指数が月曜日の終値に比べて 11.59 ポイント、パーセンテージで 1.4% の上昇でした。そして日経ジャスダック平均株価、全引け時点では1円と88銭高でしたが、大引けでは4円と71銭安ということで、まあ、こちらは5倍ややさえずマイナスに転じて終えています。いずれの指数も月曜終値から見ると小動きといった格好です。日経平均株価の冷やしチャートです。まあ、日経平均は今日ソフトバンクの大幅高もあってプラス圏で引けています。175円高 0.7% の上昇でした。まあ、東京市場は祝日明けということでありますけども、昨日のアメリカ市場もそこそこの動きであります。まあ、アジア市場も今日は邪魔をせずといった格好です。さらに今週金曜日にオプション SQ 控えていまして、 SQ 前の水曜日で今日はありますが、コロナウイルスの関連で大きく動いたあたりですね、このあたりですでにオプションのさまざまな思惑が整理されていたとみられ、 SQ 前の水曜日でもほとんど荒れることはありませんでした。今日の日経平均プラスの立役者、なんといってもソフトバンクグループ9984になります。ソフトバンクグループのチャートです。アクティビスト、物言う株主が保有しているなどというニュースで先週末からこのように買われていたんですが、今日は一気に上の方向に離れて、結局終値では611円高 12% 近い上昇劇を演じました。まあ、これまで合併の差し止め状態が続いていた、まあ、ニューヨーク地裁ですね、ニューヨークの裁判所がソフトバンク傘下のスプリントと T モバイルの合併を認める方向の判断をジャッジを下したということです。まあ、これを受けて、まあ、ソフトバンクグループからしますと有利子負債が4兆円程度減るという話であります。まあ、財務体質の改善などが期待され、今日は株価を大きく上の方向に離れています。ただ気がかりなのは、東証が大引けを迎えた後、日本時間の15時30分時点での PTS ですね、施設取引市場でソフトバンク株が 6% 近い下落、東証の終値に比べて 6% 近い下落となっています。まあ、ここ東証で跳ねたところで早くもリグー動きが PTS で出ているのかもしれません。明日以降の日経平均にも何か影響を及ぼしそうです。一方、東京市場では決算発表が始まっています。例えば1802大林組ですね、ゼネコンの一角でありますが、結局終値では36円安 2.8% の下落で終えています。ただ5分足チャートでご覧いただきますとこちらです。今日朝方じわじわと下げ幅を拡大するような動きだったんですが、まあ、昼間の発表を経て下げ止まると、下げ渋るような動きと、まあ、前場引け値の水準に比べるとやや持ち直しています。まあ、どちらかというと決算発表がポジティブに効いたのかもしれません。今日の東京市場、東証一部全体を示すトピックスを見ても分かります通り、なかなか材料が出ず動けずだったんですが、日経平均に関してはソフトバンクの大幅高の影響もあってプラス圏 0.8% 程度の上昇で引けました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。